お米を原料に発酵させて作る日本酒。その起源は縄文時代にまで遡り、平安時代には現代とほぼ変わらない製法で作られていたと言われています。米どころ宮城には26の酒蔵があり、名だたる酒どころでもあります。先の震災では沿岸部に位置する多くの酒蔵が被災してしまいましたが、全国から寄せられた温かい励ましと支援によって営業を再開しています。宮城を代表するお酒、日高見の醸造元平甲酒造もその一つで、震災からわずか1ヶ月余りで復活を遂げました。美味しいお魚、そしてお寿司、そういうものと食べるときに日本一の酒だと言っていただいて、飲んでいただきたいというのが自分たちの最も大事にしているところでございますので、そういったことをこれからも、楽しみに皆さんに飲んでいただきたいというふうに思っております。今年で創業150年になる平甲酒造、震災により例年よりも時期を早めて仕込みを行っています。まあ、石巻っていうとやっぱり津波ということになりますけれども、もちろん津波は蔵の敷地までは来たんですけれども、高台というか日和山っていうのがあって、結果的にその大防波堤になってくれて、直接的な津波の被害をその免れることができたということだったので、津波の被害というのは軽微で、ただやっぱりその古い建物ということもあるので、揺れによる建物の被害というのが大きくって、創業から使い続けてきた、まあ、酒造りの中でも最も大事なその麹室が、まあ、結果的に壊れてしまったというのが一番大きいですよね。まあ、それにとどまらず、絞ったお酒を貯蔵しているタンク、もう一個は熟成中のお酒、そういうものを壊れてしまったというところで、それを漏れたっていうところで大体6000リッターくらいですね。まあ一升瓶で合わせると3000本以上ですね。ライフラインが寸断された震災直後、当然お酒は全滅と諦めかけた中、唯一残っていたお酒があったんです。日本酒の持つ底力みたいな、このお酒を通して感じたことなのかなと思っています。このお酒っていうのは、その一番最初に絞って諦めた時に絞った時に、一発目に絞った時に、あ、生き残っててくれたということで、本当に希望の光が差したんですね。日本酒作りっていうのは、まあ、日本の大事な伝統産業文化であるというふうに思ってるんですね。で、それを作る我々の担い手というのは、その文化の担い手だという、そのある種の誇りみたいなものを感じながらやってて、そういう蔵元というのは日本全国各地に点在してて、それぞれの町の明かりを灯しているんだっていうふうな自負がやっぱあるんですね。地元の企業としてやはりその何ができるか、背伸びすることじゃなくて、今まで震災前の通りに戻して元気にやっていくっていうことが、その我々その被災した町の企業としてのあり方かなと思ってますから、そういう意味で言うと、今まで通りの商品を今まで通り出荷をしていくということに努めていきたいなと。町の明かり、そして希望の光、日高見はこれからもその光を放ち続けます。